こんにちは、コレの内田です。今日はみんなで大掃除をしたいと思います。イエーイ。何掃除したいですか？やっぱり机の上を掃除したいです。はい、みんなで大掃除するんですけれども、せっかくなのでいろいろレアなものとか見つかったものを年始のオンラインの初売りで販売したいと思います。おおいね。掘り出し物が、はい、掘り出し物をみんな頑張って探していってください。はい、はい、それではみんなでお掃除しましょう。はい、見つけました。はいはいはい。何ですか？これいいですか？紹介しても。はい、親子コーデできちゃうという最強フィッテです。これはですね、幻の商品で今シーズン製品化されなかったアイテムなんですよ。世界に1個しかないと言っても過言ではないアイテムですね。これがイケてるところは2つありますね。まず1個はじゃじゃん、ポケットついてる。あ、本当だ、両方ついてますね。そう、フィステってポケットついてるタイプのものはないんですけど、ゴルの場合はね、ポッケが大好きなの。だから寒い日手入れたりとか、あとネックウォーマーとかグローブとかを入れたりとかできるようになってる。あとは内側がトリコットっていうあったかい素材になってて、外にはね防風フィルターも貼ってあるので風も完全にシャットアウトするという、めちゃくちゃイケてる2点が詰まったフィステ。今回は、はい、お正月ということで、はい、最高で決めたいと思います。マジ？どういうこと？サイコロ振ってもらって、出た目かける100円。え？これ出たら100円ってこと？出たら100円。ピステが？ピステが。やばいじゃん。1000円じゃなくて100円なの。100円です。1出したら社長に怒られるとかない？大丈夫だと思う。ではお願いします。いきます。も子供も300円になりました。これ売り切れも必須なんで、皆さん、はい、お早めにチェックしてください。チェックしてください。来ました。お、何でしょうか？じゃーん。こっちは従来のものなんですけど、こっちがシルバーでロゴの色が違うものが出てきました。イエイイエイイエイ。これはさりげないプリントなんですけど、実はリフレクターにもなっているので、お、暗いところでも明るくなります。明るく、ここの色が違うだけなんですね。そうですね。へえ。生地は全く一緒なので着心地は同じなんですけど、デザインが、デザインが、これが世界に1個って、世界に1個です。オンリーワンでございます。オンリーワンのこのプラシャツ。はい、ではサイコロを振って値段を決めてください。はい、ではお願いします。いきます。はい、400円。安っ。こちらのプラシャツ、世界に一つのデザイン、400円で販売します。見つけました。お、何ですか？こちらは T シャツになります。おー、見てください。これ、これは何のデザインですか？これはですね、2年前に販売されていたらしいんですけど、スターウォーズとスパイダーマンのデザインになってます。あ、本当だ。ここストームトゥルーパー、ここストームトゥルーパーとダースベイダー合わせて11人いるんです。かわいい。かわいいですよね。そして背中が宇宙をイメージしてます。あともう一つスターウォーズありまして、はい、こちらスターウォーズのロゴと、あと後ろのゴルロゴがシワの色になってます。あ、ほんとだ。よく見るとかわいいですね。かわいい。今これ、そして、そして最後、はい、こちらスパイダーマンのやつなんですけど、こちらはゴルロゴのところがクマの糸になってますね。今はもうないデザインの、ないです。昔のコラボした商品が出てきました、はい、こちら全部サイズが150ですね。はい、それではサイコロを振ってください、はい、振ってきます、はい、いきます。200円になります。200円。安い。超お買い得ですよ。 T シャツって大体いくらくらいですか？T シャツ3000円ぐらいするんじゃない？3000円ぐらいのやつが200円ですか？全部200円で、全部200円でなりました。はい、ぜひ皆さんオンラインストアチェックしてください。チェックしてみてください。えっ、こんなんなの？こんなの、なにこれ、すごい。これインナー、自分が持ってるのがパンツで、
で、宇宙が持ってるのがトップスの方になるんですけど、はい、これバラバラで販売させていただきます。はい、こっちのパンツのサイズは、こっちは大人用の L サイズです。そしてこっちは140サイズです。で、これ最大のカラーになってまして、ラシャツでもこれ出してたと思うんですけど、そうだそうだ、かなり人気高かったんで、はい、これもインナーで同じ柄のものがあります。かなり派手なので着てたら注目度ナンバーワン間違いなしっていう感じから確かに一番目立ちますね。そうね。で、あと中が裏肝になってるんで、着た時もひんやりしない感じで、しっかりとあったかい、そういったところもちょっと考えて作ったインナーになってます。はい、それではこちらの価格を決めてもらいたいと思います。こっち行きますよ。お願いします。行きますよ。おー、1ということは100円です。予言して100円になった。さすがです別所さん。ぜひ皆さんチェックしてください。はい、いいコーナー見つけましたよ。待ってました。4点ありましたよ。すごい、こんなに。オンラインストアの方ではグレーとブラック、ネイビーとチャコールグレーが全く同じ仕様で販売されていて、それのカラー違いのブルー、もうこれ1点のみしかないです。おお、ブルー、綺麗なブルーですね。で、子供もね可愛く被れるし、うん、大人もねかっこよくなりますね、このブルーは。続きまして、大人のメッシュキャップなんですけど、うん、カラーもこの3種類あってね。このワッペン何色ですかこれ。難しい。赤っぽい、茶色っぽい、ちょっと秋っぽい感じのワッペンのカラーのメッシュキャップです。大人のサイズが販売できなかったものなんですけど、サンプルがありました。販売しちゃっていいんですか。ぜひ。ということでサイコロ振ってもらいたいと思います。あー、お400円。わー、安い。でも帽子は400円で買えないですからね。まあそうです、これも今3900円とかで売ってるんで、製品は、はい、それがまあそうだね、同じ仕様で400円で買えるんで、ぜひ、はい、めちゃめちゃお得です。めっちゃ嬉しい。今年めちゃくちゃ売れ筋のアイテム皆さん知ってますか。これオーフリースネックウォーマー、じゃじゃん、なんと黒バージョン、さらに内側もフリースっていうやつを見つけました。おー、ただこれ付いたんです。私つけようと思ったら、見てここが閉じてる。ネックウォーマーじゃないのこれ。じゃないですよね。巾着出てきました。多分ゴール優しいから、小物類も暖かくしまってほしかったんだと思うんですよね。こんな感じの巾着を見つけたんで、これはもうね、はい、完全非売品で実に商売にならないやつですね。はい、今日はこれも限定なんで出しちゃおうかなと思います。はい、値段を決めてください。絶対的に1でしょ、これは1であってほしい。はい、吉尾さんに1って言ってもらえれば1が出る。さあ、はい、サイコロの目かける100円ですからね。はい、はい、600円だから買わないとかやめてね。いきます。はい、お願いします。別所さんお願いします。なんか大きいね、あのリュックとか入れた時にお財布とかね、大事なものはこれにこう入れてしまうっていうのができる最強のアイテムなんでね。はい、中のものも温まるし、カイロ入れてたらね、カイロ入れて手入れたらもう欲しいですよ。っていうことで500円です。皆さん、はい、500円になりました。はい、この商品ぜひ買ってください。はい、ということで会社も綺麗になりましたね。いい新年を迎えられそうですね。はい、机の上片付けましたか。うん、本当に。今日紹介したアイテムが1月1日10時からオンラインストアで販売しますので、ぜひチェックしてみてください。今日紹介しきれなかったものとかパックとかもいっぱい販売する予定ですので、ゴールのオンラインストア見てみてください。ということで皆さん、良いお年をお迎えください。やーまー。